建物ってみんな背が高うてでっかいんやな。アイベルさんが話してくれた噴水もありますね。とても美しくて華やかです。真ん中の大きな玉はどうやって回転してるんやろ。あれがクロックワークっちゅうやつか。これがフォンテーヌ料理なんやな。稲妻の味とは全然ちゃうわ。なんちゅうか、作り方がもっと手が込んどるっちゅうか。いろんな味が重なり合ってて美味しいわ。俺が稲妻にいた時は逆に味があっさりしすぎてて慣れるのに時間がかかったな。さて、今回の目的に話を戻しましょうか、クザビエさん。永遠の準備は今どこまで進んでいるのですか。ええ、撮影クルーはほぼ揃っています。照明技師、道具係、衣装のデザイナー、脚本も小説の作者から版権を買い取りました。あ、二重詩やろ。来る途中であんたが送ってくれた台本読んだけど、ええ話やな。もともと上里さんと彩香さんがフォンテーヌに着いたらすぐ撮影を始めるつもりだったのですが、問題が一つ起きまして。お聞かせいただけますか。今朝になって突然、永遠の出資者であるモリスさんが財政難に陥ったので約束したモラを出せないと言ってきたんです。ふん。フォンテーヌの法律体系は整っていると聞いています。もし彼が契約に違反したのなら、法廷に訴えることはできないのですか。はあ、それが裁判を起こすにしても一連の手続きを経る必要があります。そのため改定日はおそらく 1,2 ヶ月は先になるでしょう。そうなればどちらにせよ永遠の撮影の方は他から資金を募ってその問題を解決するというのは。それも考えました。しかし短期間でこれだけのモラを集めるのは難しい。何しろフォンティナリア英英祭の撮影時間は限られていますし。グザビエさん、もし私と彩香が無償で出演したいと申し出たら、今直面している問題を解決できますか。なんですと。そんなわけには。遠くからはるばるお越しいただいて無償で出演していただくなんて。いやいや、それは絶対にいけません。グザビエさん、お気になさらず。お招きいただいた時から私とお兄様はもとよりそのつもりだったんです。稲妻は鎖国を解いたばかりで、早急に他国との文化交流を進める必要があります。これまでフォンテーヌと協力することはあまりありませんでしたが、この旅が将来のために良い出発点になればいいと思っています。むしろこれこそ私どもシャブ業がフォンテーヌに来た真の目的なのです。しかし無償で出演していただくのはさすがにお二人に申し訳が。お気になさらないでください。この度は文化視察の名目でフォンテーヌにやってきましたが、正式な文化協力のためには誠意を示さなければなりません。この英英はちょうど稲妻とフォンテーヌの友好交流の証となるでしょう。個人的にも英英が無事に上映されることを願っています。もしまだ心苦しいと思われるのでしたら、フォンテーヌの文芸界の名士を何人か紹介していただければ。ああ、わかりました。ではお言葉に甘えさせていただきます。本当にありがとうございます。こうなれば家財を投げ打ってでもモラを集めなければ。もうそんなバカみたいなこと言わないの。私もブランドスポンサーの名目でいくらか出してあげるから。うちも出すで。
今回あんまお小遣いを持たんと出てきたけど、ないよりマシやろ。なんて心優しい紳士淑女たちなんだ。はあ、俺は旅人と宵宮の二人は大丈夫よ。主演二人のギャラを省いて、さらにグザビエの貯金と私の協賛があれば、それで十分でしょ。それに君たちにはモラを出すより力を貸してほしいの。え、力を貸すってどうやって？おいらたち永遠の撮影に関しちゃ素人だぞ。ほらグザビエ、泣いてないで撮影クルーにあとどんな人が足りないのか教えてくれる？わかった。今のところ足りないのはカメラマン1名、スクリプターが1名、裏方が1名。最初は自分で監督をやりたかったんだが、プロデューサーという立場だけでも忙しくて手一杯でな。監督と監督助手の2つの役職もまだ空いてる。カメラマンと裏方はわかるけど、スクリプターってのは何をするんだ？スクリプターとはカメラマンが撮影する際にカチンコを使ってシーンごとの情報を記録し整理する役だ。忍耐力と注意深さが必要な肉体労働だぞ。カチンコ！もしかして撮影の時手に持ってカチンって鳴らすやつか？そう、それよ。興味ある？あるある、ずっとやってみたかったんだ。じゃあスクリプターは君に任せるわね。裏方作業はうちの店の人に手伝いに来てもらうってことでどう？グザビエ。ああ、それで行こう。あとカメラマン役は旅人に任せたい。だが、こいつは撮影が上手だし、これまで写真機で旅の景色をどれだけ撮ってきたことか。俺もそう思う。以前一緒に作業をした時、旅人は撮影の構図にかなり詳しいと気づいた。きっと旅人さんは諸国を巡り歩いていろんなものを見ているからですね。たくさんのものを見るうちにレンズに何を収めるべきかが自然とわかるようになったのでしょう。どうだ、この役引き受けてくれるか？おお、ありがとう。本当にいいやつだな。さあ抱きしめてあげよう、親愛なる友よ。じゃあ残るは監督と監督助手だけだな。はいはい、うちがひとまず監督助手を引き受けるわ。とにかく監督の手伝いしたらええんやろ？それならできるやろし。最後の監督は、最近フォンテーヌの有名な監督のほとんどは俺と同じように自分とこの営業を準備してるから暇そうなやつは思いつかないな。あれ、確かフリーナって前演出顧問として劇団の手伝いをしてたんだよな。監督に向いてるんじゃないか。しかも家でゴロゴロしてるだろうし。フリーナ？あの方に本当においでいただけるだろうか。フォンテーヌの水神様の名前ですよね。お兄様からフォンテーヌで起きたことを聞きました。そうそう、そいつだ。少し前に劇団の手伝いをして、その流れで今監督の仕事を始めてるんだ。それは、そのミュージカルなら見たことあるけど、あの方の演技は完璧で脚本も演出も素晴らしかったわ。過去の身分にビビってらんないんじゃない？これって考えうる限り最高の人選でしょ。それに行ってみなきゃわかんないわよ。わかった、千織さんの言う通りだ。英英のために、我が英英のために。ではお手数だが、旅人にパイモン、俺をフリーナ様のお屋敷まで連れて行ってくれないか。あの方が承諾してくれるといいが。
私たちもご一緒しましょうか。いえ、この件でご迷惑はおかけしません。皆さんはフォンテーヌにいらしたばかりで、あちこち見て回りたいことでしょう。こちらは私に任せてください。これもプロデューサーの務めですから。わかりました。それでは吉報をお待ちしています。私は一緒に行くわ。あと手土産を持っていきましょう。オイラたちも行くぞ。フリーナとは付き合いがある方だし、それにオイラたちが提案したことだからな。よし、では今すぐ準備に取り掛かろう。手土産は、かつて水神様と崇められた方、どんな贈り物が喜ばれるのでしょうか。フリーナ様は指輪型の時計を愛用していたから、精巧なクロックワークを持っていくとか。あれ、お菓子じゃあかんの？ほら、フォンティナリアムースとか。え、ちょっと安すぎないか。確かにあいつはお菓子が好きだけど。今ってフォンティナリア祭の最中なんやろ。純粋戦の案内役のアイベルちゃんに聞いたで。フリーナの命令でお菓子をねだる風習に変わったって。彼女もお菓子が好きやからそうしたんやと思うで。私もヨイミヤの意見に賛成かな。贈り物が高価すぎるとかえって相手に気まずい思いをさせちゃうと思うし。よし、じゃあフォンティナリアムースを買いに行こう。けど本当にそれで足りるのか。こんな重大なことを頼みに行くっていうのに。うん、確かに足りない。フォンティナリアムースじゃまだ甘さが足りないと思う。え、これより甘いものがいるのか。そうよ、どんなお菓子よりも甘い贈り物を添えないと。それってなんだ。君たちの賞賛よ。ここに住んでるんだ。よし、ではノックするぞ。はいはい、こんな昼間っから。って、どちらさん。フリーナ様、私は AA 監督のグザビエと申します。どうも。あれ、後ろにいるの旅人とパイモンじゃないか。それにチオリよ。ああ、チオリアの人だね。ようこそ。で、みんなお揃いで何の用だい。もしかしてフリーナ、今起きたのかよ。もうお昼だぞ。つまりそのお昼って本当に天気が良くて太陽はポカポカでフリーナみたいにあったかいよな、この時間まで寝てるのは賢い選択だと思うぞ。僕は昨日徹夜で小説を読んでいただけで、天気とは何の関係もないよ。こちらはフリーナ様のために用意した品です。
つまらぬものですが、どうぞご承諾ください。そんなにかしこまらなくていいよ。今の僕は一般人なんだしさ。うわー、これフォンティナリアムースじゃないか。大好物だよ。それは良かったです。実はこの度お願いしたいことがありまして。お芝居に対するあなた様の飽くなき追求と卓越したご理解を見込んで、私ども撮影クルーの監督を務めていただきたいのです。ん？でもさっき自分が監督だって言わなかった？この作品では私は主にプロデューサーの役目を担当しております。それに私の芸事に対する理解はフリーナ様にはとても及びません。旅人とパイモンもこの永遠のクルーにいるの？うん、いるぞ。オイラがスクリプターで、こいつはカメラマンだ。カメラマン？それって高度な技術が求められる仕事だよ。作品の最終的な品質にも影響を与える。本当にできるの？ああ、別に君を疑ってるわけじゃないんだ。ただ写真機を使っているところをあまり見たことがなかったから。ならフリーナにテストしてもらおうぜ。もしこいつの撮影にフリーナが満足できたら、安心してオイラたちのクルーに入るってのはどうだ？おっと、流れるように話を進めるとは腕を上げたね。でも確かに君の撮影レベルは見てみたいな。うん、いいだろう。この場でやってみるとしようか。撮影に関するリクエストを僕がいくつか出すから、君がそれに答えられるかどうか試させてもらおう。まあ実際の撮影ではカメラマンが監督の意図を見抜けるかどうかは重要だからね。君の腕を見てから決めさせてもらうよ。準備はいいかい？僕が望むものは厳しいよ。じゃあ写真機を持って問題を出そう。
なかなかの腕みたいだ。撮影に選んだアングルはいい構図だし、セリフの割り振りも人物の思いを合理的に表現している。フリーナはオイラたちを手伝ってくれるってことか。そう簡単にいくもんか。前回の水の娘のミュージカルを経て、僕の名はまた轟き始めたんだから。実を言うと、今回のフォンティナリア英英祭ですでにいくつか劇団が訪ねてきたんだ。ただその脚本は退屈で興味をそそられなくてさ。もしこうも簡単に君たちの頼みに応じたって他の人に知られたら。てっきり承諾してくれるもんかと思ったのに。何か不満でもあるのかよ。そのギャラはいくら？え？僕を監督に招くのに君たちがいくら払ってくれるかだよ。ギャラも重要な判断基準だからね。それは出せるのはこのくらいで。これっぽっち？これじゃあヌビレットに報告したら低賃金雇用で訴えられるよ。申し訳ありませんが、私たちクルーの現状からすると。わかった。今の条件では参加するのが難しいけど、好奇心を満たすために一応聞いておこう。うん、何を取るつもりなんだい？小説を原作とした脚本二重詩です。ん？ちょっと待って、ベストセラー1位になったあのサスペンス小説？なんだ、フリーナも読んだことがあるんだな。もちろん読んださ。わあ、わかった。永遠の予算をみんな版権の買い取りにつぎ込んだんだね。いえ、そうではなく、小説の作者は私がこの物語をリメイクしたいというと、ほとんど無償でこの版権の利用を快諾してくれました。資金不足は別の理由で。有名になりたいんでしょ？その人にとってモラは重要じゃないんじゃない？私も、私が作った服を着て世界中を駆け回りたいと思っている国際配達員から、あんまりモラを受け取ることはないから、それと同じね。宣伝効果が優に費用を上回ってるもの。フリーナはこの物語が好きなのか？まあ普通かな。ストーリーのテンポは申し分ないけど、人間関係は改善の余地があるだろうね。前に読んだ時はなんだか残念だった記憶があるよ。僕の基準はとても厳しいからね。古本グザビエ、もしもだよ、仮に僕が監督をやったら、脚本と表現上の修正にどれだけの自由がもらえる？それはもちろん最大限の自由を差し上げますよ。フォンテーヌの誰もが知っている大スター、フリーナ様の審美眼を疑うわけがありません。それって僕が好きなようにストーリーをアレンジしても大丈夫だってことだよね？もちろん問題ありません。ふむ、いいだろう。結局のところ君たちはやっぱり僕が面倒を見てやらないとダメみたいだからね。では承諾してくださるのですか？ああ、手を貸そう。ギャラは僕には釣り合わないけど、最高の脚本は最高の監督と組み合わせるべきだ。モラが足りないからといっていい物語を台無しにしちゃいけない。最高級のパンとチーズをオーブンがないからって放置してみすみすカビを生やしちゃいけないように。水神様のご加護あれ。これは夢じゃありませんよね。水神様はどこにもいないよ。喜ぶのはまだ早い。永遠の準備にはすごく時間がかかるんだ。一番難しい脚本と配役が決まっているとはいえ、
これから撮影場所を押さえたり、照明や道具を。ああ、そうだ。二重視を取る以上、アクション指導の人も探さないと。銃を実際に使ったことのあるプロがいい。その辺の問題は私も考えました。もともと思っていたのは、フリーナ様のコネでお願いできる方がいらっしゃらないかと。僕の方で？以前だったらクロリンデに頼めたんだけど、もう長いこと彼女と連絡を取ってないしな。ナビアも銃を使ってたけど、スタイルが小説の登場人物とはかなり違うし。特巡隊にお願いできないかな。ああ、特巡隊に属しているあの銃士隊のこと？そう、彼らは毎日銃を扱ってるし、専門性から言えば第一候補でしょ。あそこはみんなヌビレットの管轄だから、僕は彼らのことをよく知らないんだ。もしかして結局ヌビレットにお願いしなきゃダメかな。そんな手間をかける必要なんてないわ。隊長のシュブルーズとは知り合いだから。え、しおりがなんで獣死隊の隊長を知ってるんだよ。別に特別な理由はないわよ。商売柄よく面倒ごとに出くわすから、彼女には何度も助けてもらったことがあるってだけ。逆に私も特巡隊が表立って行動できない問題の処理を手伝ってあげてるけど、そうこうしてるうちに仲良くなったの。特巡隊が表立って行動できないから、ファッションデザイナーに解決してもらうなんてことあるのか。しおりの仕事がますますわからなくなってきた。そこは知らない方がいいわ。話を戻すけど、彼女に銃の指導をしてもらうってのはどう？専門家にお願いできるならもちろん意義はないさ。ましてや隊長クラスだし。しかし特巡隊の仕事は忙しいだろう。本当に永遠の撮影に参加する時間なんてあるのか。それに報酬の問題が。幸い彼女もお金にうるさい人じゃないから。まあ時間については本人に聞いてみないとわからないけど。じゃあ僕は一緒に行かないから、そっちは頼んだよ。今日はパスタの特売日なんだ。後で結果を明日の予定と一緒に教えてくれ。わかりました。フリーナが加わってこの永遠のメンバーに一気に凄みが増した気がするな。当然だよ。フリーナという名前がフォンテーヌでどれほどの集客力を持つか、公開日初日にせいぜい感謝するといいさ。その時歌劇場では立ち見席の券まで完売になること、受け合いだろうね。ついでに知り合いにもエキストラをやりたいかどうか声をかけてみよう。フリーナはやっとみんなの評価に悩まされなくなったんだな。余計なこと言わなくていいから。じゃあ出発しましょう。ちょうどシュブルーズが今日どこにいるか知ってるから。そうだ、ついでに聞くけど、僕のギャラがあんなに少ないんだし、主演の二人はどうなってるの？はるばる稲妻から来てくれたんだろう？実はこれはフォンテーヌとの文化交流が目的なので、ギャラも何もいらないとおっしゃるのです。なんだって？すると世界中からモラはいらないよって人がこの永遠を取りに集まってるの？まさか千織も？彼とは少し親交があるしね。私のブランド名を一番目立つところに出すってことも承諾してくれたし。はあ、僕が言うのもなんだけど、グザビエは本当に神に愛されてるんだね。ここよ。ん？周りには誰もいないけど、
その獣死体の隊長ってのはどこにいるんだ？あそこで眼帯をしてニューススタンドの前で本を読んでる人がそう。あいつか。なんとなく周りの人と雰囲気が違ってかなり威厳のある感じがするな。君たちはここで待ってて、私が呼びに行くから。今は勤務時間中だし、そのまま行くと迷惑かもしれない。勤務時間中？でもあそこに立って小説を読んでいるぞ。まあここは任せて。わあ、言っちゃった。しおりってなんだか謎めいた感じがするよな。自分は服を作ってるだけとか言いつつ、すごい人とたくさん知り合いだし。フォンテーヌ邸は外国人にあまり寛容ではないからな。ここで自分のブランドを広めるのは容易なことじゃない。競争の激しいファッション業界ならなおさらだ。地元出身の俺が栄誉を取るのでさえ一苦労なんだ。千織さんがどうやって今の地盤を築いたのか想像もできない。知り合いが大勢いてデメリットは何もないさ。勤務時間中に読書？ああ、探偵小説だ。主役は一人？いや、主役は複数いて分岐がある。ストーリーはどこまで進んだの？主役の一人が残りの半生の運命を決めようとしてるところだ。彼は選択を誤るだろうと私は見ているがな。少し急いでもらえる？お願いがあるの。それは私の一存では決められない。わかるだろう？その主役がどちらを選ぶかにかかっているのだ。だから私が手伝いに来たんじゃない？なるほど。やはり彼は間違った選択をしたようだ。止まれ。何をなさるんですか？その手に持ってるものを差し出せ。本一冊だけですよ。他は何も買っていません。では私が見ても構わんな。警察隊員さん、ここで一日中立ち読みしていても文句は言いませんが、うちのお客を脅かさないでください。商売になりませんよ。ここまで来てしらばっくれるな。貴様も逃げられんぞ。もう一度言う。私はフォンテーヌ特巡隊隊長のシュブルーズだ。おとなしく手に持っているものを渡せ。ああ、貴様が愚かな振る舞いをする前に一つ忠告しておこう。貴様が何かを企むよりも私が貴様を制圧する方が早い。渡しますよ。差し出せばいいんでしょ？でも先に言っておきますよ。もし本に何か違法なものが挟まっていたとしても、それはきっと店主が勝手に押し込んだもので、私とは無関係ですからね。お前、この裏切り者、欲しいと言ったのはお前だろう。話があるなら取り調べ室で聞こう。ルテリエ、こいつらを連行しろ。どういうことだ？さっきまで本を読んでたのに急に誰か逮捕されたぞ。あ、こいつらは。おお、前によく新聞で見た旅人じゃないか。しおりの話とはこの二人と関係があるのか？いいだろう。お前たちになら話しても差し支えないはずだ。バシェ事件の後、ロシの源は断たれた。だがフォンテーヌ警察隊はそれ以前に市場に流れた分をずっと回収していてな。信頼できる情報源のおかげで最後の一つもさっき回収できた。なるほど。シュブルーズは犯人を捕まえるためにあそこで本を読んでたのか。うわ、そうだ、まだちゃんと自己紹介してなかったな。オイラはパイモン。
人で、こいつはグザビエだ。はじめまして、私はシュブルーズ。肩書きは二度も紹介する必要はないだろう。私の提供した情報が間違ってるかもしれないって思ったんでしょ？だから現行犯逮捕しようとしたんじゃない？いや、店主が自首するかどうか見たくてな。私の前に自ら進み出てロシをたまたま拾ったと言い渡すこともできた。もし彼がそうしたなら私も追及しなかった。だけど店主は丸一日そうしなかった。逆に私が君の視線を遮ってあげると、彼はその隙を見てすぐさま売り飛ばした。ああ、奴は選択を誤った。正しい道は目と鼻の先にあったというのに。彼らは正しい選択をしないって分かってたんでしょ？分かっていた。ただそれが間違いであればいいと思っていたのだ。おお。まあ、この話はここまでにしよう。それで、私に用があるのだろう？二重詞か。この話を選ぶとはいい目をしてる。私に何をしてほしいのだ？役者のアクション指導ということでいいのか？ああ、そうなんだ。撮るからには本格的に撮りたいと思ってる。役者が銃を構える姿と銃器に対する理解をできるだけリアルな重視に近づけたい。だがこの仕事は時間をかなり取ってしまうかもしれない。撮影の全工程に同行してもらう必要があるし、それからそのギャランが。それ以上言わなくていい。参加しよう。あっさりオッケーしてくれた。本当にこんな低予算の営業を指導してくれると？このくらいわけはない。私が担当していた捜査はさっきので一段落し、しばらく喫緊の事件もないしな。それに私はこの小説が好きなのだ。家にハードカバーの本だってある。正義が悪に勝つ物語は何度読んでも飽きない。じゃあこれで決まりね。ああ、明日撮影現場で会おう。なんということだ、あまりにも順調すぎる。急いでフリーナ様に知らせないと。あ、それから道具係と照明技師に機材を用意してもらって明日からクランクインだ。落ち着いてグザビエ。永遠の撮影は一日じゃ終わらないんだから。けど私も帰って出演者のために衣装とメイク道具を用意しなきゃ。うん、じゃあ今日はここで別れようぜ。旅人パイモン、二人は残ってくれ。話したいことがある。私は先にグザビエを送って帰るわ。この人もう興奮してまっすぐ歩けないみたいだから。クランクイン初日のイベントが噴水の中にプロデューサーがいないか探すことになったらごめんだしね。うん、また明日ね。それでシュブルーズがオイラたちに話したいことって何なんだ？二重詞を読んだことはあるか？この小説は伯爵家の息子と娘がお互いに支え合って生き、母親のために復讐するという物語だ。彼らは幼い頃伯爵家で暮らしていた。母親は屋敷の女中で、二人は伯爵と女中の私生児だったため、幼い頃から人に疎まれていた。ある日彼らが家に帰ると母親が部屋の中で倒れて殺害されていた。明らかに犯人は
同じ屋根の下で彼らを邪険に扱っていた伯爵の家族だ。だが伯爵の力は強大で、声を封じるには十分だった。事件は最終的に自殺と認定され、正義は通らなかったのだ。そして二人の兄弟は逃げ出し、将来の復讐を誓った。数年後、伯爵の家族が突然次々と銃で殺された。いずれの死体にも添えられていたのは満開のレインボーローズ。それは亡くなった母親が一番好きな花だった。伯爵はその母親の亡霊が復讐に来たのだと思って日々を怯えて暮らした。だがその正体は逃げ出した兄弟だ。二人は助け合って生き、日夜訓練に励み、最終的に獣士となった。彼らは自力で手がかりと証拠を集め、計画を実行した。最終的に伯爵への復讐を果たし、母親の死の真相を世間に知らしめたのだ。おお、胸がスカッとする話だな。そう、悪はいずれ報いを受け、正義はいずれ下される。私はそういったテーマを好む。ひっ、それもシュブルーズが加わりたい理由なんだな。それも理由の一つだ。あれ、他にも理由があるのか。お前たちに関する記事を読んだことがある。事件の審判に加わったことにしろ、フォンテーヌの危機を救うため協力してくれたことにしろ、お前たちが正義感にあふれており、その推理力も侮れないことはすぐにわかる。鋭いな。似たような経験がたびたびあるようだ。最近、銃による殺人事件が起きたのだ。犯人の手口は小説のものとよく似ている。え、本当か。今日の新聞にはそんなこと書いてなかったぞ。マレショーセ・ファントムは事件の情報を公開していないからな。捜査に進展がないため、犯人はかなり慎重なのだろう。銃による殺人。確かフォンテーヌで銃を使ってる人って少ないはずだよな。ありえない。銃死体は毎日銃器の状態と弾薬の在庫量をチェックしてる。銃を撃ったかどうかは一目瞭然。ましてや、皆私が信用しているものばかりだ。だが事件について今日教えられる情報はここまでだ。帰ってよく寝て、明日改めて私と一緒に調査するかどうか決めてほしい。お前たちにとって迷惑なのは分かってるが、正義の助っ人は多ければ多いほどいい。そう願っている。これは特巡隊の役目ではない。我々の仕事は犯人を捕まえることで、彼らを探すのはマレショーセ・ファントムの仕事だ。調査はいわば市場によるものだ。銃に汚名を着せたくない。また犯行の手口が小説と似ている点も気になる。背後につながりがあると思ってるのか。ああ、その通りだ。もう一度言う。これは命令ではなく、取引でもなく、ただのお願いだ。二人が明日の撮影を経て事件に興味を持ち、調査を手伝ってくれたなら心から感謝する。旅人どう思う。わかった。確かにその通りだな。オイラも少し疲れたぞ。朝からずっと休んでないもんな。今日はひとまず帰って休んでくれ。冷静な頭を保つことが大切だ。特に重要な決定をするときはな。さもないと肝心なときに一寸先の道さえ見えなくなってしまうかもしれない。場所はホテルドゥボールだったはずだ。早く出発しようぜ。早く、ヨエミア、もう来てた。
おはようございます。グザビエさんからお聞きしましたが、昨日の午後はうまくことが運んだようですね。うん、あやかは昨日はどこか遊びに出かけたのか。昨日別れた後、お兄様はパレメルモニアにいらっしゃる最高審判官のヌビレット様のもとを訪ねました。私も一緒に行きたかったのですが、お兄様は自分一人が行けばいいとおっしゃいまして、それで私にはフォンテーヌの風景をたくさん見て現地の文化を感じるようにと。ですのでヨイミヤさんと一緒に純粋船に乗ってエリニュス島の歌劇場に行ってみたんです。そうしたら歌劇場のそばでからくり人形が二人踊っとったんや。知っとるやろ。そうそう、それや。はあ、不思議やったな。私たちはそこに長い間座っていました。いくら見ていても飽きないような気がしまして。ひひ、オイラたちも最初はそうだったな。それから海に泳ぎにも行ったんやで。正確にはダイビングやけどな。水中で息したなんか初めてやったわ。あやかちゃんと手つないで一緒に3、2、1って数えて、ほんでジャボンって水中に潜ったんや。最初はなかなか口を開けられへんかったけど、どうしても我慢できひんようになって思い切って大きく息を吸ったんや。結局何の味もせんかったわ。全然しょっぱなかった。気ぃついたらもう普通に息しとったな。変な感じやったわ。うち緊張しすぎて彩香ちゃんの手を痛いくらい握ってたんやって。彩香ちゃんはすぐに慣れとったけど。私は心の中で、旅人さんにできたのだから私たちもきっとできると思っていたんです。それで安心して潜ることができました。フォンテーヌの海底は実に綺麗ですね。水中で咲き誇るロマリタイムフラワーはまるで夜の街の明かりのようでとても素敵でした。稲妻では見たこともない生き物もぎょうさんおったわ。シュッシュって光る刀を放ってくる魚とか、人を見るとプクプクってなる太っちょの生き物とか。ああ、狩猟投影とプクプク獣だな。プクプク獣って名前なんかあれ、かいらしいな。かえって父ちゃんやおっちゃんたちに話しても信じてくれへんやろな。ヨイミヤさんは長いこと海で遊んでいまして、日が暮れてからやっと純粋船に乗りフォンテーヌ邸に戻ったんです。今日は疲れて朝寝坊するのではないかと心配でした。自分でも起きられへんかと思ったわ。夜寝ててもまだ波に揺られてるような気がしてな。せやけど今朝目開けてみんなと一緒に永遠を取れる思ったら、ムンって元気がみなぎってきたわ。永遠の撮影といえば、他のやつはどこにいるんだ。お兄様はグザビエさんと一緒にホテルの支配人と撮影場所について相談しています。じきにいらっしゃるはずです。他の方は。来たわよ。すまない、遅くなった。特巡隊の朝の10キロランニングを終えたばかりでな。何キロだって。わあ、眠くてたまらない。下の階まで君たちのおしゃべりが聞こえてきたよ。どうやら持て余すほど元気みたいだね。羨ましい。皆さん、おはようございます。おはよう。誰かコーヒーを頼んでくれない。ミルクは多め、砂糖は少なめで。私がお持ちしましょう。行かないでここに座って、メイクするから。衣装にコーヒーのシミがついても困るし。干したらうちが行くわ。
これも監督助手の仕事やろ。彼女は本当に元気だね。何か秘訣でもあるのかな。ヨイミヤはずっとこうだぞ。逆にフリーナは疲れてるみたいだけど、早起きが苦手なのか。そんなわけないだろう。一晩かけて小説を頭から最後まで読み返してたんだ。修正と強調が必要そうな段落に全部丸をつけてきた。おお、そんな真面目にやってくれてるなんて思わなかったぞ。なんといってもかつてのフォンテーヌ人気ナンバーワンスターだからね。伊達にその座にいたわけじゃないよ。やるときはちゃんとやるさ。神を演じてたときは全力を尽くしてたんだ。自分の人生を真剣に演じないわけがないだろ。フリーナ監督、コーヒー持ってきたで。わあ、ありがとう。その呼び方もコーヒーの香りも朝の鳥のさえずりのように心にしみるよ。皆さん、時間通りに来たようだな。こちらの支配人と話がまとまりました。ホテルの2階部分はロケ地として自由に使わせてくださるそうです。本当か？よかったな。ええ、支配人の方はこの営業を有望視しています。これでホテルによりお客さんを呼び込めるのではと期待されているようです。ではグザビエさん、あとはお任せします。わかりました、ありがとうございます。まず皆さんに新メンバーを2人紹介しよう。こちら我がクルーの道具係、ベロニカ。永遠の撮影で使う道具の管理などを担当してもらう。こちら我らが照明技師のボーノ。撮影時の照明設備やライティング効果を担当してもらう。おお、本当にプロの制作チームって感じがするな。まずは各位に心から感謝したい。昨日出資者から資金を出せないと言われた時、この永遠はもう取れないと思った。だが思いがけないことに助けてくれる人がこんなにも大勢現れ、本当に本当に感謝してもしきれない。そうおっしゃらないでください、グザビアさん。あなたの英英クルーに参加できて光栄ですよ。稲妻にいた頃からあなたの作品はとても印象に残っていました。今後この作品はきっとフォンテーヌと稲妻の文化の架け橋となってくれるでしょう。僕は作品のために来たわけだけど、もしこの英英に最高の監督がいなかったらどうなってただろうね。想像もできないよ。とにかく皆さんに約束しよう、この永遠のプロデューサーとして無事上映されるまで私はあらゆる努力を惜しまないと。これは俺一人だけの永遠ではない。皆さんの気遣いとこれから注ぎ込まれる限りない心血が含まれてる。さあ永遠二重視のクランクインだ。フリーナ監督、現場はお任せします。ああ、みんな見てくれ。最初に撮るシーンは二人の重視が伯爵家にいる無邪気な時期だ。照明技師と道具係は現場のセッティングを、主演の2人は先にメイクをしてきてくれ。エキストラは立ち位置を確認するように。おお、フリーナの監督ぶり本当に板についてるな。みんなちゃんと聞いた？後で笠原みたいに撮影現場をうろちょろしないでよ。よし、行動開始だ。セットができたら撮影を始めるよ。この英英で波のようにフォンテーヌを席巻しよう。わあ、いや、その人々に衝撃を与えようって意味、
水没させるんじゃなく。まだ少しトラウマがあるみたいだけど。とにかくオイラたちも何か手伝えることがないか見て回ろうぜ。彩香からあなたの話を聞いたことがあります。子供の頃から仲良しだったと言っていました。話しかけないで。今君のアイメイクを考えてるから。物語の主人公に合わせるためにですか？この無邪気なシーンの問題を解決するためよ。私の目元のシワが深すぎるのでしょうか？君の目つきが疑い深すぎるのよ。相変わらず歯に衣着せぬ物言いですね。黙って。ここに置けばええんか？もう少し左に。よっしゃ。ヤイミア、手伝うことあるか？いや平気やで。こっちは忙しないし。照明の配置って花火と似とってな。これがどう雰囲気を演出するんか想像してたらおもろいわ。確か旅人がカメラマンでパイモンがスクリプターちゅうやつやんな。ほんまあんたらにぴったりやわ。ん？オイラなら飛びながらカチンコを鳴らせて便利だからか？それもあるけど、うちが言うとるんはそういう適性の話と違って、あんたらはずっと一緒に旅しとるし、協力したら絶対息ぴったしやろ。何しろカメラマンはカチンコが鳴ってからカメラを回し始めるわけやし。せやろ？なんやそうやったんか。永遠ってほんまに不思議やな。よいみやさん、あっちの照明もお願いします。任せとき、すぐ行くわ。ほな、ちょっと手伝ってくるし、話はまた後でな。こんだけ業者の人が手取り合って永遠を取ってく感じ、ほんまワクワクするわ。ヨイミヤはほんとどこにいても楽しめるんだな。なあオイラたちってヨイミヤの言うように息ぴったりなのかな？そう言ってくれて嬉しいぜ。これが銃なのですね。銃の見た目を真似て作られたただの道具ですけどね。よくできてるな。本物の銃を見たことがあるのか？本や新聞でしか見たことはありません。これは写真からその比率や形状を参考にして作ったものです。撮影で必要な時は銃口に特製の火薬を塗ることで発砲時の火と煙を表現できます。つまり銃を撃った時の反動は役者自身が演じる必要があると。そうです。それから銃声も実は撮影後の編集で入れます。レオ・ユーベロニカ、どこから指導すればいいか分かった。だが銃の歯車と撃鉄のあたりはもう少し調整した方がいい。金属が擦れた跡を加えるとよりリアルになる。それと撮影前に毎回油で拭くと銃器が念入りに手入れされてるように見えるだろう。わかりました。さすがシュブルーズさん、普段から銃器をよく扱っていらっしゃるのですね。自分の銃器の手入れは日々怠らない。銃士にとってこれは食事や睡眠と同じく忘れるはずのないことだ。私も毎日自分の刀を手入れしています。その形と重さを熟知して
自分の体の一部とするために。そうすれば肝心な場面で裏切られることはないだろう。ええ、そうですね。この点では私たちには似ているところがたくさんあるようです。二人は共通の話題を見つけたみたいだな。私が使っている銃はこの道具とは少々違うが、扱う上でのポイントは教えてやれる。はい、それではご指導のほどよろしくお願いいたします。まず最も重要な点、銃口は決して人に向けないことだ。本物の銃であれ偽物の銃であれ、銃が手の中にあっても机の上にあってもだ。敵に対する場合はまた別の話だが。わかりました。銃を構えるときは手をまっすぐ伸ばして肩の高さにし、目は照射と照声を通じて目標に狙いを定める。こうですか。まあそんなところだ。試しにセリフを言ってみろ。これがあなたの末路よ。体をもっと横にしてみてくれ。そうすれば敵から見える標的をより小さくでき、肩が楽になる。一度手本を見せよう。これがあなたの末路よ。ちょっと失礼します、千織さん。フリーナ監督、ご相談があるのですが。なんだい？こうですか？ずっと良くなった。どう思いますか？見えたよ。でも本当にそれでいいのかい？君の言うことはもっともだけど。その方がふさわしいでしょう。そっか、そこまで言うならいいだろう。ほほん、あやか、シュブルーズ、こっちに来てもらえるかい？なんだ、今から撮影を始めるのか？行ってみましょう。何か？担当直入に聞こう。シュブルーズ、この重視役を演じてみないかい？正確には私の役をシュブルーズさんにお譲りしたいのです。でもお兄様。心配いらないよ、彩香。これは私にとってかえって好都合なんだ。もともとは撮影の合間にどうにか時間を作ってパレメルモニアの人たちと関係を築き、文化協力を進めていくつもりだったけど、ここの手続きは少々複雑らしい。役を譲ることで仕事に専念できる。それに私が人前に出て芝居をするのはあまり向いていないことを知っているだろう。本当によろしいのですか？監督の立場からも原作の二人の重視の関係には改善すべき点があると思っていた。劇中の兄は事件で主導権を握っていて血気盛んだ。これでは妹の役どころが抑えられてしまう。そうなると二人が支え合い寄り添って生きていくというテーマを表現できないんだ。でも二人の主役を年の近い姉妹に置き換えると、この作品はむしろ見応えが増す。そして彩香を指導する君の姿を見た。その冷酷で威厳のある風格はまさに重視を演じるのにうってつけだ。もちろんそうは言いましても、最終的にはシュブルーズさんのお考え次第ですが。確かシュブルーズはこの小説が好きだったよな。演じてみたいんじゃないか？この役を引き受けよう。よし、なら何も問題ないね。今すぐ台本の修正に取り掛かろう。照明、道具、衣装はすぐ役者に合わせて調整して。これはきっと原作を超える物語になる予感がするよ。シブルーズさん、ありがとうございます。おかげで大助かりです。
それは言い過ぎだ。私はこの役が好きなのだからな。むしろ感謝すべきは私の方だ。お兄様のお考えがあってのことなら、私ももう心配しません。行きましょう、シュブルーズさん。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。シュブルーズでいい。これで私が悩んでいたメイクの難題も解決してくれたってわけね。ご冗談を。それよりも公務のためですよ。よく言うわね。そんな理由じゃ私は騙されないわよ。彩香の言うお兄様は銃の仕事を同時にこなせる人なんだから、他にも理由があるに違いないわ。そうかもしれませんね。彩香はずっと外に出てみたい、旅人さんのように自分の視野を広げたいと言っています。ですが私は、あの子には他国の異なる風景だけではなく違った友人も必要だと感じています。ずっとお兄様がそばにいたら友人はそう簡単にはできません。はいはい、お兄様は引き続き妹を甘やかしてなさい。あやと、残念だぞ。お前がジューシーをどんな風に演じるのか見たかったのに。お二人ともからかわないでください。あなたたちも内心ではそんなセリフ私には似合わないと思っていたんじゃないですか。ひひ、実を言うと全く想像できないな。ええ、パレメルモニアの方と後ほど会う約束をしています。こうして今は準備のための時間が増えました。カメラマン、スクリプター、役者は準備して、最初のシーンの撮影を始めるよ。行ってください。彩香のことは頼みましたよ。うん、安心してくれ。はい、皆様の作品を楽しみにしています。よし、各自持ち場について、このシーンのポイントを簡単に説明するよ。これは二人の主役がまだ伯爵家に住んでいた時の出来事だ。彼女たちは家族にのけ者にされ、ひどい言葉を浴びせられていたが、何が起きているのか理解できていなかった。この無邪気さはきちんと頭に入れておくように。シュブルーズは姉のチューリップ、彩香は妹のアイリス役を演じる。カメラマンは重要なシーンで主役をアップで映して。じゃあ全員静かに、3、2、1、9。はい。姉さん、お母様が出かけてからもうだいぶ経つわ。きっと遠回りしてお花を摘みに行ってるのよ。お母様はお花が好きだから。アイリス、チューリップ、ただいま。お母様、ずっと帰ってこなくて、私も姉さんもすごく心配したのよ。ごめんごめん。でもちゃんと帰ってきたでしょ。ほら、あなたたちの大好きなアップルパイ。お母様、その手のあざはどうしたの。え、あざ？きっと昨日お仕事の最中にうっかりぶつけたのね。でも朝はこんなあざなかったわ。じゃあきっと外に出てた時にうっかり転んじゃったのね。それより、お家で楽しく遊んでた？はあ、どうしたの、アイリス。実はみんな私たちと遊んでくれないの。しかもアイリスの人形を取ったり、私たちに唾を吐いたりして。私たちの悪口を言うの。その…し、大丈夫、大丈夫よ。いいこと
娘たち。誰が何を言おうと大したことじゃないわ。つまらない言葉であなたたちを決めつけることはできないの。あなたたちの人生はちょうどあなたたちの名前のようにこの上なく華麗な花のようなものよ。今はまだ開いていないつぼみかもしれないけれど、いつか何よりも美しく咲いてくれるわ。今の土壌に将来咲き誇る花をひねりつぶされてはならないの。わかった。私の可愛い娘たち。カット。うん、いいね。役者の情感もこもってた。これはキープしておこう。ああ、それからスクリプター、次からカチンコを打つときは声を出さないで。わかった。よかった。さっきの自分は緊張しすぎていたのではないかと心配だったので。シュブルースは？私は別に何も。セリフはそう難しくない。監督が手を加えてくれたんだろう。お二人とも演技がお上手ですね。初めて永遠に参加されたとは全然思えません。もう少し自信を持ってもいいですよ。励ましのお言葉ありがとうございます。さあ、役者は位置について。もう少し別のアングルを試してから次のシーンに移ろう。ここは主役の二人が家に帰ってきて母親が殺害されているのを発見するシーンだ。準備はいい？ 3、2、1、9。お母様、ただいま。お母様、いないの？どうしたの、姉さん？アイリス、来ちゃダメ。え、どうして？お母様！姉さん、お母様は。このティーカップ、毒が入ってる。このカップのデザインは、あの貴族ども、隠そうって気もないのね。アイリス、ここを出るわよ。ここを出る？お母様はもういないのに、私たちはどこに行けば。どこだっていいわ。私たちはこの家から離れなきゃ。でも、まさかあの人たちに。復讐してやるのよ、絶対に。でも今じゃない。行きましょう。あ、待って。お母様の亡骸をこのままにしておくわけには。せめて胸元にローズを一輪置かせて、私たちお母様にこれを買うために出かけたんだもの。わかった。さようならお母様。この仇はきっと打ってあげるから。カット。お見事、素晴らしい演技だよ。めっちゃびっくりしたわ。あやかちゃんもすごいな。その涙はほんまもんか？どうやって流したんや？私も驚いた。お褒めいただきありがとうございます。実は監督の Q の合図が聞こえた後、何も考えずに純粋に物語の主人公の気持ちだけを感じ取って、そこに溶け込むよう自分に言い聞かせたんです。これは剣の稽古での心構えと似ています。何も考えず目の前の全てを感じることに集中する。
この子もしかして天才役者なんじゃ。みんな静かに、次のシーンを始めるよ。これで終わりか。まだカチンコを打ち足りないのに。どうだ、腕は疲れてないか。ずっとカメラを構えてただろう。二人ともご苦労だったな。シュブルーズもな、いい演技だったぞ。ああ、この小説は何度も読んでいて、主人公の心境はもう十分理解してるからな。それでどうだ、昨日の私の頼みを覚えてるか。お、楽しすぎて忘れるとこだったぜ。事件の手口が物語と似てるって言ってたよな。具体的にはどこが似てるんだ。物語の主人公は成長して、二人とも獣士になり、毎回銃を使って復讐する。また遺体の上にレインボーローズを一輪置いて、我々は戻ってきたというサインを残すのだが。その通りだ。鋭いな。小説と同じで、現場にはレインボーローズが置いてある。え？それは確かに気がかりだな。特に今日の台本を読んでからだと、オイラでさえ何か裏があるんじゃないかって思えてくるぞ。旅人はどう思う？お前は頭がいいし、ここはお前の判断に任せるぞ。ありがとう。フォンテーヌ特巡隊を代表して、お前の正義に感謝しよう。そうと決まれば、グズグズしてはいられない。今すぐ調査に出よう。ついてきてくれ。え、今からか？一日中撮影してくたびれてるんだけど。価値のある情報は、日が暮れてから姿を見せることが多い。海の孤島のようにな。気力を奮い起こさねば、深い霧の中ですれ違ってしまうぞ。私の好きな本にそう書いてあった。で、今からどこへ調査に行くんだ。まず部品を変える工房に行こう。犯人が銃を自作していたら、そうした場所に立ち寄った可能性は高い。レシュッツのクロックワーク工房へようこそ。何をお求めかな。最近特殊な部品を買いに来た人がいるかどうか知りたい。特殊な部品というと。ゼンマイ仕掛けのおもちゃではなく、重機に使うタイプだ。それは何のことやら。うちではそういったものは売っていないので。難癖をつけに来たわけではなく、単に事件の調査だ。協力してほしい。正直どの部品が銃に使えるのか私にも分からなくて。個人で部品を購入する者はいるか。おもちゃを買う人は結構いるが、部品を購入するのは会社名義で仕入れに来る常連ばかりだな。そうか、分かった。協力に感謝する。どういたしまして。当然のことをしたまでさ。シュブルーズじゃないか。
銃をメンテナンスする油をまた切らしたのか。エスタブレさん、最近ここで銃器の部品を注文した者がいないか聞きたいんだが。ああ、事件の調査かい。今のところはいないね。最近コンティナリア AA 祭の影響で銃器道具の製作依頼が何度か入ったけど全部断ったし。え、なんでだよ。金にならないからさ。私の機械は全て本物を作るために用意してるんだ。イベントのためにわざわざ新しい金型を作る気力なんてないね。ではお前のところに部品をもらいに来たものは。いいや、スクラップはいつもサンドル川のやつらに売っちまうから単体で誰かにあげることはないよ。そうか、協力感謝する。いいっていいって。銃主体がうちの工房をひいきにしてくれればね。これといった情報はなかったな。今のところはな。次はサンドル川へ行こう。え、いいのか。特巡隊の隊長があんなとこに行ったら歓迎されないだろう。うん、そうか。お前たちは知らないのだな。お、何をだよ。私はサンドル川で育ったのだ。久しぶりだな、テトロ。要件だけ聞こうか。最近銃に関する話をしていた者がいなかったか聞きたい。情報はただじゃないぜ。ここ最近野外に強盗がはびこっていて、ポア村長の物資に影響が出てると聞く。もっと人員を増やすよう私が手配し支援するというのはどうだ。相変わらず話のわかるやつだ。一月前、ある仲間が夜に酒を飲みすぎて銃をなくした。3日後、酒場の隅でそれが見つかってる。それの何が変なんだよ。自分で忘れてっただけだろ。ここはサンドル川だぜ。酒場に持ち主不明の金になるもんが落ちてたら、それがネズミであっても翌日には消えてるさ。結局その銃は無傷で発砲の形跡もなく戻ってきた。一体何が目的だったんだろうな。おそらくその銃が前科持ちだったからだろう。弾痕がマレショーセファントムに調べられるのを恐れてか。ありえるな。もし本当にそうだったら、犯人は随分と慎重なやつだ。誰かが犯罪を起こしたとは言っていない。サンドル川じゃ誰が殺されたのかを知ることは、今日自分が何を着ているのか知るのと同じくらい簡単なことだぜ。東の方に住んでるあいつだろう。俺はもともと好きじゃなかった。いつも酒を一杯だけ注文して何か悪巧みをしてるような目つきをしてたからな。銃をなくしたのは誰だったの？やめておけ。それを聞いたところで特巡隊隊長や知らない相手に自分が銃を持ってることを認めるようなやつじゃない。そうだな。あんたここで育ったんだってな、シュブルーズ。スピナディローサラがあんたを歓迎したとしても、ここを去って随分と経つあんたのことを知らないやつは多い。それに
特巡隊を好まない連中もな。ああ、分かってる。だからあんたの安全のために忠告しておくが、ここにはあまり堂々と顔を出さない方がいい。そこに関しては好きにさせてもらうさ。仕事の関係でこれからも何度か足を運ぶことになるだろうからな。そうか、忠告はしたからな。今いいか？一つ聞きたいことがある。何も知らないわ。そう構えるな。誰かを捕まえに来たわけじゃない。みんな最初はそう言うわ。信じていい。これがその証だ。嘘だろ。特巡隊の隊長が一般人に賄賂を送ったぞ。普通の警察隊じゃないよね。何が知りたいの？最近サンドル川で銃に関連する事件はなかったか？どんなことでも構わない。銃？私が知ってるのは、2週間前から夜中にいつも大きな音がして目が覚めてしまうってことだけかしら。銃声か？多分ね。まっ、ここではどんな音も大差ないわ。誰かの家の庇が落ちたか、どこかのパイプが突然爆発したか、とにかく毎回大きい音だった。でも私が耳にしたのは全部眠りに落ちてから聞こえてきたものよ。具体的な位置は？よく覚えてないわ。覚えていないのか、それとも思い出す必要があるのか、どっちだと思う？悪いが、これでもう一度思い出してほしい。またモラを出した。南の水路の外れよ。眠りが浅かった時に見に行ったことがあるけど、怖くて近くまで行く気にはならなかったわ。私が知ってるのはここまで。わかった、信じよう。パートドゥフルイ、ありがたくいただくわ。何も驚くことはない。私はここで育ったと言ったろ。こういう手段は熟知している。秘密を守るのは得意なようだな。さあ、調査を続けるとしよう。木の板にバラバラになった樽、それに酒瓶。よく見てみろ、パイモン。え？一度片付けられてはいるが、これは明らかに銃弾による傷痕だ。つまり何者かがここで銃を練習したということ。酒瓶と樽は的代わりにしたのだろう。ってことは例の凶悪犯か。おそらくな。サンドル川一帯で銃を持つ者は少なくないが、ここまで自分の残した弾痕を気にする奴はいない。わざわざ手間をかけて片付けるとなるとなおさらだ。行こう、調査を続けるぞ。これで情報は全部のようだな。ここの手がかりは上よりも多かったな。うん、これらの手がかりが容疑者を指し示しているのなら、おおよそ次のような推論が得られる。一月前、
ある者が一丁の銃を拾って、それを家に持ち帰り、おそらく分解によって銃の構造を理解した後で元の場所に戻した。数週間後、そいつは自ら銃をこしらえ、それを持ってサーンドル川で射撃の練習を行った。そして数日前、犯人はターゲットを定め凶行に及んだ。その後、小説のように一輪のレインボーローズを置いたのだろう。シュブルーズの推理は辻褄が合ってるとは思うけど、やっぱりまだ犯人が誰なのかわからないな。死亡者はサーンドル川で生活しており、いつも一人で行動し、生活状況は困窮していたそうだ。ああ、そこも明らかに。でもし本当に小説のように裏の事情があるならば、これは血の復讐ということになる。だが調査した結果、死亡者に明確な敵は存在しない。彼自身も悪事を働いた数が少ないわけではないが、銃で撃たれた後ローズを残すような相手などいないだろう。犯人は一体誰に向けて何のメッセージを伝えようとしているのか。それなら最初に捜査を行ってる。彼の証言によれば、事件の当日は一日中歌劇場にいたそうだ。チケットの確認係も彼の証言を裏付けてる。つまりアリバイがあるってことだよな。それだけじゃない。彼は動機に乏しいのだ。彼には穏やかな家庭があり、両親も健在。さらに調査を進めたところ、彼は6歳の時に正式な手続きを経て養子にもらわれていた。それ以前は孤児院にいた記録が残ってる。小説に出てくる主人公の母親が殺害されたのも2人が10歳になってからのこと。小説が事実を改変している可能性もあるが、私はその考えにはとらわれたくない。もっと重要なのは、私は彼と話したことがあるが、銃で人殺しができるような人間には見えなかった。じゃあこれからどうするんだ。手がかりが途切れちゃったけど。一日で犯人が捕まるとは思っていない。調査にはまだ時間が必要だ。こうしよう。これから数日間は普通に衛星を撮影し、終わったら各所を調査する。手がかりは必ず現れるはずだ。でもさ、こういう情報のことは気づかずにすれ違うことがよくあるって言ってなパイモン。なんだ。だが霧の中を長く航行していると、いつかは必ず孤島にぶつかる日が訪れる。こっからはまた永遠の撮影だな。ここ数日はスケジュールがびっしり。いろんなところを回らなきゃいけないぞ。早く出発しよう。約束した集合場所に行こうぜ。you
の主人公のクランクアップだ。成功の日はもう近いよ。クランクアップってなんだ？おお、物知りだな。ここは銃を持った2人と伯爵が最後に対峙するシーンだからアクションが多い。みんな練習の通りに演じてくれ。それじゃあ行くよ。3、2、1、9。今日は美しい夜だと思わないか。10年前のあの夜のことを思い出す。ハーブティーの香りまで漂ってくるかのようだ。黙りなさい、お母様を殺した悪党め。愛しいアイリスよ、私に向かってなんだその口の利き方は。私はお前の父親なのだぞ。たとえこの牙が一つ残らず抜かれたとしても、その二文字を私が口にすることは期待しない方がいい。我が娘たちよ、そうやって顔面で譲らないところはお前たちの愚かな母親にそっくりだ。この社会では金と地位があれば絶対的な力を手にできる。あの女は娘を口実に私をゆすれると思ってたのだろう。やれやれ、全く考えが甘すぎる。お母様はお前に何も要求したことはない。ただ私たちに他の人たちと同じように平穏な一生を送ってほしいと願っただけ。お前たちが自らの手で作り出した偏見という名の毒薬がお母様を殺したのだ。その毒薬に比べればお前が食らうことになる2発の銃弾は甘いに違いない。だからお前たちはあの女と一緒で考えが好きだらけなのだよ。そんな2つの銃で勝てるとでも思ったのか。ならば金や地位とお前たちが持つ銃、どちらが強いのか試してみようではないか。物どもかかれ。姉さん、数が多すぎるわ。大丈夫だアイリス、互いに助け合えば。お母様もきっと私たちを守ってくれる。投降しろ、最後の警告だ。失礼。お前の負けだ。お前らごとき小娘に。私たちはお前の娘じゃないし、あの場所も私たちの家じゃない。教えてくれ、何のためにこんなことをする。母親を失い父親を殺し、罪名以外に何が残るというのだ。それは正義だ。終わったな。ようやく終わったのね。姉さんはこれからどこに向かうの？わからないよアイリス。花がたくさん咲く場所にでも行こうかな。昔お母様がよく言っていたように。お前は？まずはお母様のお墓にお参りに行きたいわ。ああ、悪くない考えだ。姉さん見て。どうした？お母様の大好きだったレインボーローズ。
スが咲いたわ。素晴らしい、素晴らしすぎる。撮影がこんなにも順調に進んでトントン拍子に撮り終えるなんて思いもしなかったよ。さあ、二人の主人公の撮影はこれにてクランクアップだ。あやか、シュブルーズ、お疲れ様だぜ。ありがとうございます。私とシュブルーズのシーンがこんなにも早く撮り終わるとは思いませんでした。少々名残惜しい気もしますね。わかるぞ。あと少しでカチンコが叩けなくなるなんて残念だ。永遠を撮るのってすごく楽しいもんな。シュブルーズも良かったぞ。あの、それは正義だってセリフ、オイラしびれちゃったぜ。ああ、あれは私も小説の中で一番好きなセリフだ。以前読んだ時よく自分の部屋で真似をしていた。シュブルーズにもそんな一面があるんだな。意外だぞ。悪人は裁かれ、正義が悪に勝つ、こういう結末を好まない者はいないだろう。忘れないでくれ、私はフォンテーヌ特巡隊の隊長だということをな。失礼します、隊長、急ぎ報告することが。すまないみんな、私は先に失礼する。勝手なことは気にせず行ってこい。もう呼ばれて行ってしまったのかい。もっと称賛したかったのに。きっと緊急の公務が入ったのでしょう。そうか、なら今日中に君たちのシーンを撮れてよかったよ。撮影スケジュールを調整するのは大変だからね。そうだ、今日はもう解散して構わないよ。早く帰ってゆっくり休むといい。それから彩香、君の演技は相変わらず素晴らしかった。本当にプロの女優になるつもりはないのかい。ちょうど優秀な劇団がヒロインを募集してたよ。フリーナ監督に認めていただき大変光栄ではあるのですが、稲妻のシャブ業にはまだまだやるべきことが多くあります。ですからフォンテーヌに長期間滞在して女優業に携わるというのは難しいのです。こたびの協力の経験を宝物として大事に心に留めておきます。そうか、残念だ。もし考えが変わったらいつでも僕のところに来てくれていいからね。では私もそろそろおいとまいたします。私の出演シーンは撮り終わりましたが、もうしばらくは現場でいろいろとお手伝いをいたしますので、旅人さん、パイモンさん、また明日お会いしましょう。また明日な。で、これからどうするんだ。今日もシュブルーズと一緒に調査するのか。旅人、パイモン、一緒に来てくれ。どこにだよ。私たちの船がついに孤島にぶつかったようだ。ここに連れてきてどうしたんだ。ああ、決定的な証拠ではないが重要な進展があった。お前たちはエミリエという名を聞いたことはあるか。ああ、あの有名な調香師だろ。彼女とは交友があってな、たまに難解な事件の捜査に力を貸してもらってるんだ。少し前に
事件現場に残されていたレインボーローズを彼女に送ってみた。彼女は毎日花の相手をしてるからな。で、どうだったんだ？花には何も痕跡は残されておらず、そこに付着していた土にも特に変わった点はなかった。しかしエミリエは犯行現場に残されていたレインボーローズがかなり希少な品種だということに気づいた。レインボーローズにも品種があるのか？フォンテーヌの野外だったらそこかしこに咲いてるだろう。どんな花であっても人工的に栽培したものと自然環境で育ったものとでは多少の違いが生まれる。私たちも事件現場にあったものは人工栽培された品種だと前から気づいていた。だがプロであるエミリエはその専門知識を生かしてさらに範囲を絞り込んでくれたんだ。おお、つまり誰の家でこの品種が育てられてるのか分かればそいつが犯人の可能性が高いってことだな。そうだ。そして購入記録を見比べた結果、この品種のレインボーローズを栽培している者はフォンテーヌにただ一人だということを突き止めた。本当か？誰なんだ？例の著者だよ。え？でも前は。今も私の考えは同じだ。彼が人を殺めたとは思えない。しかしそれは犯人が彼の家に行っていないことや彼が自分の育てたローズを犯人に売っていないことを意味するものではない。いずれにせよ尋問は避けられないだろう。じゃあオイラたちがこれから向かう場所は著者の自宅だ。あの家がそうだ。家の周りが警備ロボだらけだぞ。普通の人の家ってこうじゃないよな。前回彼と会った時に聞いた話によると、これは邪魔されたくないからだそうだ。庭にたくさん花が植えてあるな。こいつらを避けて積むとなるとさすがに難しいんじゃないか。故に彼と犯人の関係は単純なものではないと私は見ている。ドアをノックするか。念のため一部の警備ロボを処理してからにしよう。でもこんな遠くからどうやって処理するんだよ。忘れたのかパイモン、私は孫うことなき重視だってことをな。片付いたな。行くぞ。ちょっと待った。あの中に犯人がいると思ったら
なんだか緊張してきたぞ。この後どうしたらいいんだ。もう一度教えてくれ。私が先にドアをノックし、室内の安全を確認する。ついでにいくつか質問のため警察隊への同行に応じてもらえないか尋ねるつもりだ。この場ですぐに捕まえられないのか。私たちはまだ彼が犯人である、またはその協力者であるという十分な証拠をつかんでいない。ただ私がドアをノックして対応してる間、お前たちにはこの家のレインボーローズを一輪取ってきてほしい。それを持ち帰り、マレショーセファントムで証拠と比較できるようにな。おう、任せろ。シュブルーズも気をつけろよな。バティストさん、いるだろうか。こんな遅くに。ああ、シュブルーズさんか。バティストさん、これから私と共に署まで同行願えないだろうか。事件について少し聞きたいことがある。やはり例の銃殺事件のことですかね。今は言えない。じゃあ間違いありませんね。バティストさん、返答を聞かせてもらえるか。ああ、シュブルーズさん、少し手間を省きましょう。それからそちらのお二人も花を摘むなんて手間は不要です。それらの花のつぼみはまだ開花の時を迎えていない。その手間を省くとは。僕が殺しました。自白したぞ。そう緊張なさらないでください。武器なんて持っていません。銃は裏庭に埋めましたから。バティストさん、私には伝える義務がある。今話してる一言一句は全て法廷での重要な証拠となる。もちろん分かっています。こういう感じはあまり好きではないな。僕が罪を認めたから、それとも自分が間違えていたからですか。どちらもだ。僕が小説で書いた理由と同じ敵討ちのためですよ。あなたたちが僕と彼の関係まで突き止められなかったのは知っています。でなきゃとっくに警察隊に連行されていたでしょうからね。でも僕は永遠に彼の顔を忘れない。母を殺したのですから。あなたの母上は今も健在のはずだ。僕が養子だったことは知っているでしょ。僕が言っているのは生みの母のことですよ。それは孤児院の記録には書かれていなかったが。母が目の前で死んだのだから、6歳の子供が嘘で自分を守る術を覚えるのも無理はないでしょう。じゃあ小説に書かれてたことって全部本当のことなのか。いいえ、それは違いますよ。小説は芸術的な加工がされていますから。でも僕が裕福な人間の私生児で、そいつが僕の母を殺したというのは真実です。だがバティストさんが殺した相手は貧民だったはずだ。彼は金で雇われた殺し屋で、モラのために丸腰の母を手にかけたけだものですよ。もし本当にそうなら、私たちにそれを教えるべきではなかったのではないか。真の黒幕をまだ始末していないのだろう。まさか特巡隊隊長の口からそんな言葉が聞けるなんて。私は
一連の動機について疑いを持ってる。簡単です。疲れたんですよ。全てを背負うのが嫌になったんです。あなたは僕が銃で人を殺せるような人間だとは思わなかったのでしょう。実際その通りでしたよ。撃った後の苦しみは計り知れないものでしたから。このまま敵討ちを諦めるつもりなのか。あの男が持つ権力と金は強大です。僕一人では成し遂げられないことなどとうに分かっていました。だからなんだという。お前の本にはそうは書かれていなかったぞ。僕とあなたとでは犯罪者は僕の方だというのに。まるでこのまま犯罪に手を染めるようあなたはそそのかしているかのようだ、警察隊員さん。その金持ちの男の名は。これまでの証言が真実だと証明する方法はあるのか。あなたと二人で話がしたい。ならば署に行って話そう。いえ、他の人に聞かれない場所はここしかありませんから。わかった、話してくれ。僕の言う他の人はあなた以外の全員ですよ。あなたにしか話しません。ああ、頼む。シュブルーズ、気をつけろよな。さあ話してくれ。本当に僕のことを信じるんですか。話を聞いてからでないと判断はできない。わかりました。ではよく聞いてください。全てがつながったな。僕のことを信じてくれたようですね。事件の真相を公にしてほしいのか。いえ、そうではありません。少なくとも今じゃない。ならばどうして私に教えたのだ。僕の小説を読んだあなたはどう思いますか。あ、仮に今この情報を新聞社に流しても当事者は否認するだけでしょうね。時間が経ちすぎた。もうすぐ20年ですよ。証拠はとっくに消えているし、かつては海上に孤島が浮かんでいたとしても今では深い海の底に沈んでしまっています。正義が彼にたどり着くことなど永遠にない。試しもせずにどうして断言できる。あなたが特巡隊隊長として正義をなす立場にいることは知っています。でも彼を平穏な牢獄に送ることが本当に正義だと思っていますか。かけてもいい。きっとやつはメロピデ要塞でも快適に暮らせます。何が言いたい。僕は撮影現場に足を運んだことがあるんです。あなたの演じる重視はとてもかっこよかった。悪人に対して正義の引き金を引く、それこそ彼に下されるべき審判だと思いませんか。お前の敵討ちを成就させるため今すぐ解放してほしいと。いえ、シュブルーズさん、それが不可能なことは分かっています。僕の代わりにあなたに敵を討ってほしいんです。シュブルーズのやつ遅いな。何話してるんだ。心配になってきたぞ。危険な目に遭ってるんじゃないよな。それはオイラも分かってるけどさ。なあ、黒幕は誰だと思う。あの作家はなんでオイラたちを遠ざけたんだ。旅人パイモン、待たせたな。シュブルーズ、話はどうなったんだ。バティストさんを署まで護送し尋問を受けさせるよう手配した。裏庭には彼の言っていた通り
犯行に使われた銃が隠されていた。じゃあ黒幕の名前は？ちゃんと話してくれたさ。だが今は特巡隊に戻っていろいろとすべきことがある。これから数日は事件のことで忙しくなるから撮影現場には顔を出せないだろう。そっか、きっと話しづらいことなんだよな。ならスチームバード新聞をチェックするようにしとくぜ。実は二人にもう一つ頼みたいことがある。するのだ。あの夜作家を捕まえてからシュブルーズとはずっと会えてないな。とりあえず今はみんなのところに行こうぜ。おはようさん。ちょうど今彩香ちゃんとあんたらのこと話しとったところや。シュブルースはやはり来ないのでしょうか。ああ、オイラたちも今日は顔を見てないな。そうな？残念よな。今日残ったシーンをいくつか撮ったら完全にクランクアップやって監督が言うてはったのに。そうそう、監督がうちにも出演の機会を作ってみんなに出番をくれる言うてはってな。永遠の撮影が全て終わったら皆で打ち上げを行おうと準備しているんです。お二人もいらっしゃいますよね。シュブルーズもいたらよかったんやけどな。一緒に写真撮りたい思ってたのに。こればっかりは仕方ないんじゃない。特巡隊って忙しくなるとああいう感じだし。ですがもっと心配なのは今朝のスチームバード新聞に載っていた銃殺事件のことです。犯人は二重詩の著者だと書いてありました。そうそう、うちも見たで。自分の罪をきれいさっぱり白状したのに犯行動機については一切話さへんかったって。うちらは詳しい事情知らんけどこの英雄にも影響があるんちゃう。結果的に僕らの作品の知名度が高まるだろうね。実力で引きつけた観客じゃないという点についてはあまり後味が良くないけど。何しろ監督の名前がポスターに載ってるだけで結構な数の観客を動員できるからね。人気が高すぎるんだから仕方ないじゃないか。なんて言ったらいいか、僕の知名度を表すのにぴったりな言葉は過去の栄光。悲鳴とどろくだ。失礼、今いいか。お、グザビエ、なんだか久しぶりだな。ああ、最近は英英協会の人と今後の宣伝のことで話し合いが忙しくてこっちに構ってる暇がなくてな。皆さんが心血を注いだこの作品、必ずや最高のステージでお披露目するつもりだぞ。そう、最高の。お、もう一つの戦場ってやつだな。そう言えるかもな。おっと、そうだ、今日の英英撮影前に紹介したい人がいるんだ。こちらは俺が前に行った出資者の方でモリスさんだ。あ、どうも。ごきげんよう、モリスさん。以前
財政状況で苦しんでいらっしゃるとお聞きしました。今は好転なさっているといいのですが。ああ少しは良くなったよ。大丈夫やモリスさん、そんなん誰にも予測できひんねんから悲しむ必要はあらへん。それにええ知らせがあってな、撮影がもうじきクランクアップなんや。うちは今まで読んできた物語の中でいっちゃいい話やと思ったで。それは何よりだな。よし、みんな挨拶も済んだようだし、そろそろ始めようか。今日のメインは街の風景や人々の様子を映すシーンだ。これらは映画の中で特定の環境を描写するのに使わせてもらう。その後はアヤトとヨイミヤのゲスト出演で、よそ者がフォンテーヌの重視に抱く評価を表現する。わかりました。お兄様も後ほどこちらに合流するとのことです。よし、じゃあまずは風景のシーンから撮ろうか。カメラマン、スクリプター準備して。うん、任せとけ。街並みを遠景で撮るってことを忘れないでよ。もしいい感じの花や草があったらアップで撮ってくれていい。いくよ、3、2、1、9。そう、ゆっくりとレンズを動かすんだ。あそこの花にピントを合わせてみて。お、どうしたんだい。あの花にピントを合わせればいいんだよ。カメラマン？そんな、この前は問題なかっただろ。ベロニカ、すぐに写真機を交換してくれ。はい、こちらを使ってください。じゃあリテイクだ。3、2、1、9。どうしてこっちまで壊れるんだ。ベロニカ、他に予備はあるかい。今日あるのはこの2台だけです。なんだって。だったら急いで工房を探して修理してもらおう。ボーノ、君は倉庫に行って余っている予備の写真機を持ってきてくれ。あ、はい、行ってきます。申し訳ありません、遅くなりました。おや、あやか、これは一体。今日の撮影は問題続きで、あまり順調ではないんです。なるほど。よし、僕たちもただ待っているわけにはいかない。出演者はメイクを、写真機が直ったらすぐに撮影を再開しよう。工房の人が言うには、レンズを固定する部品が外れていたそうです。おかしいですね、昨日は問題なかったのに。そんなことはどうでもいいさ、早く続きと行こう。それじゃみんな口を閉じて、出演者は位置についてくれ。3、2、1、9。なあなあ、二人の重視の話聞いた？ええ、街で結構な騒ぎを起こしているようですね。噂やけど全然捕まらんせいで、警察隊員とこの長官がカンカンに怒っとって、まん丸のお腹が破裂しそうなんやって。おや、あのお腹があれ以上膨れるものなんでしょうか。大変です監督、大問題です。もう撮影は始まってるんだぞ。話があるならこのシーンが終わってからにしてくれないかい。これまでに撮ったフィルムが全部なくなってるんです。保管してた箱が空っぽになってます。なんだって。ボーナさん、私をその場所まで連れて行ってください。うちも行くで。いや、ヨイミヤ、君はここにいてくれ。みんな、現在のシーンと関係しているものを除いて、ボーナと一緒にフィルムを探しに行ってほしい。他のものはここに残って撮影を続けよう。信じられない、こんな不運が一日のうちに立て続けに起こるなんて。どうなってるんだ。
戻ったわよ。どうだった？見つかったかい？うん、側溝の中にあったわ。まさかフィルムは汚れてないだろうね。すぐに見つけたから問題はなさそう。他の人たちが今抜けがないかチェックしてる。ああ、寿命が縮んだよ。全部水の泡になるかと思った。あんな絶望感はもう二度と体験したくないからね。それにしても誰がこんなことしたんだ？まさか他に AA を制作している競合チームが？でもどうやって一日のうちにこんだけの問題を仕込むんだよ。考えている暇はない。他の問題がない今のうちに急いで最後の通信を取ってしまおう。お、そうだな。みんな、二重視、これにてクランクアップだ。めちゃくちゃ疲れたぞ。こんなに時間がかかるなんて。撮影中いくつも壁にぶつかったけど、ここにいるみんながこの AA のためにかけがえのない力を見せてくれた。本当によくやってくれたよ。俺もフリーナ監督と同じ気持ちだ。ここまで手を貸してくれた一人一人に心の底から感謝してる。本当に俺は。はいはい、その受賞スピーチは帰ってから練習するように。続きは本番の式典で言ってくれ。さあ、ここからはパーティーの時間だ。みんな浜辺に移動しよう。海底のプクプク銃にも聞こえるくらい盛大な打ち上げをしようじゃないか。パーティーパーティー、ほら早く行こうぜ。おお、盛り上がってるな。撮影が終わってみんな肩の荷が下りたような顔をしてるぞ。みんなと話してみようぜ。あやと、仕事は順調か？ええ、万事うまくいっておりますよ。お気遣いありがとうございます。お兄様の話では稲妻とフォンテーヌの文化交流の日程が正式に決まったそうです。次にこちらを訪れる時は稲妻シャブ業の名義で入国することになるでしょう。おお、よかったじゃんか。もしかしたらいつか稲妻でもフォンテーヌの探偵小説が読めたりするかもな。あ、でもそうなったらミコがあんまりいい顔しないんじゃないか？だって商売を奪うことになるだろう。それもそっか。あいつってしょっちゅう最近の娯楽小説には新鮮味がないって愚痴ってるもんな。文学の分野だけでなく、両国の食べ物や玩具、工芸品などそういったものの交流も計画に入っています。おお、ますます楽しみになってきた。その時になりましたらまたよろしくお願いしますね。チームの有能なカメラマンとスクリプターじゃないか。撮影ご苦労だったね。フリーナの方が大変だっただろ。それに実はあのカチンってやるのだんだん飽きてきたんだよな。しかも恐ろしいのが、夢の中でもフリーナが3、2、1、9
って叫ぶのが聞こえるんだ。それが終わらないと夢の続きを見られなくて。君の夢に出てくる僕はもっと偉大な姿で登場すべきだと思うけど。それにパイモン、こんなにも多くのことを一緒に経験してきたっていうのに、覚えているのはたったそれだけなのかい？オイラのせいじゃないぞ。ただ最近とにかくカチンコばっかり鳴らしてたから。まあ何にせよ永遠の撮影は無事に終わった。僕はね、あの永遠で最優秀賞を取れる自信があるんだ。トロフィーの名前は言わないでくれ。そっか、もしオイラたちが受賞したらフリーナが表彰台に上がって自分の彫像を抱くことになるんだな。そんな場面で出しゃばるつもりはないさ。グザビエに上がらせればいい。フリーナがフリーナのトロフィーを抱いてフリーナ賞を受賞する。はぁ、好きに言うといいさ。僕は引き続きスイーツを楽しませてもらうから。二人とも。千織はこういうにぎやかなイベントが好きじゃないのか？まああんまりね。でもフォンテーヌのファッションウィークよりかはマシかな。ひひ、もしこの英雄が話題になったら千織のブランドももっと多くの人に知ってもらえるだろうな。作品がちゃんと上映されることが前提だけどね。もしかしてあの事件のことを心配してるのか？うん。あと今日起きたいろいろなトラブルもね。まあそうだよな。悪いことがあんないっぺんに重なって起きるなんて。それに今日、いつもと違ったことといえば。お？なんでもないわ。とにかくフィルムはもう編集作業に入ったし、何も問題は起きないはずよ。モリさんどうや？パーティー楽しんでる？ああ、なかなかのものだ。パーティーはいつ頃終わるのかな？みんな楽しそうやし、夜中まで続くんちゃうかな？もしかしてモリさん、帰らなあかん用事でもあるん？あ、私はあまり夜更かしに慣れていなくてね。もう少ししたら先に。なんでこんな大事なこと忘れとったんや。え、どうしたんだね。パーティーで打ち上げる花火を倉庫に忘れてきてしもたんや。花火？ああ、それは残念だったね。モリスさん、手貸してくれへん？うち一人じゃあんなに運べへんわ。私が？別の人に頼んでみてはどうだね。みんなおわっと驚かせたいね。倉庫はすぐ近くやし、そんな時間はかからへんから。お願いやモリスさん、うち花火を見てもろてから帰ってもらいたいね。うちの自信作やから。めっちゃ綺麗やし、絶対一生忘れられへん思い出になるで。うん、ほなこっそり抜け出そう。誰にも気づかれんように。ああ、わかった。倉庫はここや。事前に置いといたから、運ぶのには苦労せえへんよ。結構遠いではないか。堪忍堪忍。うちっていつも動いてばっかやから、疲れを知らんねん。ここで待っといて。確かこの辺に明かりをつけるボタンが。なぜ私がこのようなことを。何の音だ。
誰だ助けてくれ。逃げられるとでも、モリス。人違いだ。私じゃない。私が殺したのではない。知ってるか、エリサは死ぬ前、貴様のようにうろたえなかった。床下の子供が見つからぬよう、貴様の雇った殺し屋に最後まで抵抗した。これはエリサのペンダントだ。中には二人の写真がある。忘れてはいないよな、貴様が送ったものだ。ありえん。これは偽物だ。あれは貴様の雇った殺し屋が処分したはずだと。本当に彼女を愛したことがなかったのか。なぜ彼女を殺そうと思った。待て、落ち着け。私はエリサに大金まで渡して秘密にするよう忠告したのだ。なのにまさか子を産むとは。事態はすぐ隠しようがなくなった。私も焦るしかなかったのだ。待て、この通りだ。何が欲しい。金ならいくらでも渡そう。その金を持って地獄で懺悔するといい。フォンテーヌ特巡隊隊長のシュブルーズ、貴様をエリサ殺害の罪で逮捕する。同じく貴様もだ。道具係ベロニカ、それとも二人目の従者と呼ぶべきか。ベロニカ、どうしてこのゲスを殺す邪魔をするの。銃を下ろせと言った。三度目はないぞ。これは一体どういうことだ。まだわからないのか、モリス。今起こったことは全て貴様をカメラの前で自供させるための芝居だったのだ。もちろん、この招かれざる客を除いてな。おい、シュブルーズ、オイラたちは芝居の手伝いを頼まれただけで、二人目の従者がいるなんて聞いてないぞ。ここに来るまで、私も自分の推理が合ってるのか、定かではなかったからな。ヨイミヤさん、あなたの演技には感謝している。早速だが、特巡隊隊員に知らせてくれないか。近くで待機を命じておいた。それから撮影チームの皆に冷静に行動するようにと。私たちはしばらく待ってからここを出よう。うん、かまへんで。どうだ、モリス、20年前の昔話を語る気にはなったか。私の忍耐にも限界があるぞ。やむを得ず取調室で尋問するという選択を私に取らせない方がいい。貴様はあの中でおそらく1分も持たないだろう。先ほどの記録があれば法廷で貴様に勝ち目はない。今のうちに協力する姿勢を見せておいた方がいいぞ。わかった、話そう。人を雇ってエリサを殺したのは私だ。彼女はもともと私の家のメイドで、とても美しい人だった。月日が経つにつれ、私は彼女に心を動かされ、私たちは人目を避けて愛し合うようになった。だがやがて彼女は身ごもってしまったのだ。もしこのことが両親に知られてしまえば、私の財産は全て剥奪され、家から追放されるのは明白だった。だがまさかエリサが子を産むと言って譲らず、私に家を捨てて共に遠くで暮らそうと言い出すとは思わなかった。貴様に愛されてると
本気で思っていたのだろう。もう選択の余地はなかった。彼女に金を渡し、この家を出て子を産まないようにと言った。しかし数年後、彼女は一通の手紙を私によこしたのだ。そこには二人の子供の写真が入っていて、いつか見に来てほしいと書かれていた。あれ、二人の子供？バティストだけかと思ってたけど、あ、もしかして。彼女が言うことを聞かずに幸運だとはいえ、貴様はそれを見て見ぬふりすればよかったはずだ。なぜ彼女を殺す必要があった？ああ、私は当時ちょうど別の富豪の令嬢と結婚することになっていてな。もしこの件が発覚すれば私の人生は終わっていた。他に方法がなかったのだよ。違う、方法がなかったのではない。貴様は再び選択を間違えたのだ。自分の母親が目の前で殺されるってどんな感じか知ってる？私と兄さんは物心がついたばかりの子供だった。床下に隠れてお互いの手をきつく握り合って息をする音さえ押し殺していた。ただなすすべもなく、母さんと殺し屋が争っているのを見ていることしかできず、そして殺されて、殺し屋が去った後また戻ってくるのを恐れて、私と兄さんはずっと動けずにいた。二日目の夜になってようやく床下から這い上がったの。母さんはもう冷たくなって硬直していた。それ以来貴様たちは事件の真相を公にしようと決意したわけか。それだけじゃなく復讐もね。それが貴様たち二人が重視になった理由なのだな。いや、それは私だけ。事件の被害者も私が殺した。兄さんとは無関係よ。無関係なのは知ってる。え？彼は人を殺すような人間には見えないと私は思っていた。あの晩、彼が罪を認める時の態度もあっさりとしすぎていて、怪しく思ったほどだ。そして最も重要な点は、彼からは無念を感じられなかった。彼が自供する過程も私の知る限りどんな犯人よりも早かった。しかし貴様のことについては一言も触れず、一貫して全ては自分がやったことだと主張した。取り調べが終わった後、私は裏庭から掘り出した銃を分解し、彼の前に置いて元通りにしてみろと言った。どこまで組み立てられたと思う？一つのパーツも組めなかったのだ。そもそも重機など触ったことがなかったのだろう。故に私はこの事件の犯人が一人ではないと断定した。彼の行動は仲間のために注意を引きつけて復讐のタイミングを作り出すものだったのだ。そして私はそれを逆手に取った。結果それは証明された。二人目の重視はモリスが一人になったのを見て迷いなく飛び込んできたというわけだ。それにこの小説のタイトルは二重詩だろ。でもどうしてベロニカなんだ？バティストさんがあの夜私にモリスの名前を教えてくれた時にすぐガテンがいった。出資者の資金に問題が生じた？それは全て作り話だ。彼は真っ先に出資者を名乗り出て、その後一銭も出さずに永遠の撮影を台無しにさせたかっただけだ。何せこの物語を最も世に広めたくない男だからな。その考えは当時エリサにやったことと全く同じだ。どこまでも下劣なやつだが、結局グザビエは万難を排し、本当にこの作品を取り終えてしまった。
こうなっては貴様もじっとしていられなかっただろう。加えて犯人が捕まったことでもう身を隠す必要もなくなった。だから間違いなくこいつは今日撮影現場に来るだろうと踏んでいた。まさか今日の撮影現場で起きたいろいろなトラブルも全部お前の仕業か？二人目の重視の正体に関してだが、容疑者はモリスの周辺で機会を伺っているんじゃないかと考えた。もしその人物がモリスがこの英英の出資者であることを知っていたとなると、容疑者の範囲はそれに応じて絞られてくる。それに道具係の立場であればチーム名義で部品を注文することは容易で疑われることもない。私はこの推理に基づき、バティストさんがかつて暮らしていた孤児院の記録を調べた。20年前の同じ日、そこに誰の名前が載っていたと思う？兄さんはあなたを信用したのに。うん、それは彼の敵討ちを成し遂げるということか。兄さんはあなたが正義をなす人だと信じたのよ。そうだ、私もそう信じたわ。あのシーンを演じた時のあなたの表情を見て、さっきは本当に奴に向けて銃を撃ったのかと思った。あなただって奴が何をしたか全部聞いたでしょ。あんなことをした男だっていうのに、まさか銃弾を食らわせるよりも残りの人生をメロピデ要塞で過ごさせて何不自由なく飲み食いさせた方がいいっていうの？私は今でも母さんの冷たくなった手のことが頭から離れないのに。これがあなたの言う公平、あなたが掲げる正義。本当のことを言おう、ベロニカ。あの夜、貴様の兄と今回のことを話した後、私は迷った。モリスの頭に風穴を開けるべきじゃないかと本当に考えたのだ。じゃあどうして？だがそれは決して現実にあるべき正義ではない。貴様からすれば、正義とは歯には歯を、命には命をというものかもしれない。しかし皆が正義に対して独自の理解を持ち、皆がそれぞれの正義を追い求めることになれば、そこに規則は存在しなくなるだろう。今日貴様がモリスを殺したとして、明日はその子供が貴様を殺しに来るだろう。現実は単なる復讐主義などでは裁けない。そうすれば復讐の連鎖に陥り、規則が存在しなくなり、社会も存在しなくなる。現実には現実の正義と法則がある。これこそフォンテーヌが正義の国と呼ばれる理由だ。それからこの男にはメロピデ要塞でのいい暮らしなど待っていないことを私が保証しよう。シュブルーズ、特巡隊呼んできたで。ご苦労、二人を連行しろ。私はやっぱり納得できない。気持ちはわかる。少なくとも今日、正義は奴の元に訪れなかった。シャブルーズ、行こう。撮影チームの皆に状況を説明しなくては。ありがとう、私は大丈夫だ。ただ何がこの者たちにこのような道を選ばせてしまったのかと思ってな。モリスさんがまさか、はあ、なんという見下げ果てた男だ。なぜそんな悪事を。
皆さんがご無事で何よりです。でもまさかこの物語がそれほど多くの事件に関わっていたとは。それでこれからどうする？クランクアップはしたが、まだ永遠の制作を続けるか？何言ってるのよ。今の話を聞いたらなおさら続けるべきでしょ。千織の言う通りだ。私もこの物語をより多くの人に知ってもらいたい。しかし本当の結末は物語とはまるで違うようですね。それはよろしいのですか、シュブルーズさん。あ、決心はついたかい？今ならまだ結末を取り直せる。判断は君に任せるよ。いや、取り直しは必要ありません、フリーナ様。私は今の結末のままでいいと思います。芸術には特有のロマンがあってしかるべき。現実ではままならぬ後悔の念をそれで晴らしましょう。そして芸術には同様に独自の正義と法則があります。私が小説に魅了されたのもそれが理由です。ならこれで決まりだ。僕もその決断に賛成するよ。ベロニカは、あの子は大丈夫な？彼女はその兄やモリスと共に直に自分たちの所業に応じた審判を受けることになる。3人はおそらくメロピデ要塞に移送されるはずだ。リオセスリさんには私から挨拶をしておく。それは私の思ってる挨拶で間違いない？ああ、そうだ。ほほん、ほらほら、一見落着したんだから、もうそんなに難しい顔をする理由もないだろう。みんな今日は目いっぱい食べて飲んで楽しんで、明日から撮影後の作業に移ろう。シュブルーズはさっきのパーティーにいなかっただろう。今度は参加してくれるね。はい、参加します。では私はあちらでお待ちしております。シュブルースにお伝えしたい吉報がありますので。旅人パイモン、パーティーが終わったら浜辺で待っていてくれ。お前たちと少し歩きたい。ああ、感謝する。別にそんなに待ってないぞ、シュブルーズ。で、オイラたちに用でもあるのか？いや、大したことではない。ただ共に事件を追った仲間としてお前たちと少し話がしたいと思っただけだ。旅人、お前が私の立場ならあの夜どうしていた？子供の頃、父に連れられてよくここに泳ぎに来た。どれだけ寒くても父はいつも私を連れてきた。父はこう言っていた。水泳は精神鍛錬に一番いい運動だと。何しろ対岸にたどり着くまで絶対に泳ぐことを投げ出せないからな。特に冷たい海の中では。おっ、投げ出した時が死ぬ時だからだ。あの頃はまだ神の目も持っていなかったしな。あれはある冬のこと。寒風がナイフのように私の身を切り、海水が冷ややかに骨を刺した。つま先が少し水に触れるだけで足の指は感覚を失った。私は泳ぎたくないと泣いて訴えたが、父は耳を貸さなかった。父もかつて特巡隊員で、おそらくそれがあの人なりの教育法だったのだろう。聞いてるだけで恐ろしいな。
泣き止まない私を見て、父はさっと私を抱き上げ、冬の海に放り込んだ。刺すような寒さが骨に染みた。私は恐怖と怒り以外何も感じなかったよ。私は父が助けに来てくれるのを待とうと思った。だがふと見ると、父はすでに対岸に向かって泳ぎ出していた。その時気づいた。投げ出したら自分はここで本当に死ぬのだと。全力で父の後を追った。その数分間はそれまでの人生よりも長く思えた。だが私は泳ぎ切った。対岸までな。それからは二度と何かを恐れたり泣いたりすることはなくなったんだ。そのやり方はオイラには向いてないだろうな。私もそれが正しい教育法とは思わない。ただ今こうして正義を追い求めてると、時々あの冬の海に戻ったような怒りや無力さを感じる。シュブルーズ。でもだからこそ投げ出してはいけないとより強く思うのだ。そうでなければ冷たい海で溺れてしまうからな。どうだ、私と勝負しないか。我々が溺れ死ぬことはない。スピード勝負でいいだろう。お前たちだけで勝負しろよ。オイラはカチンコ鳴らしてスタートって叫ぶからさ。キリした。シュブルーズって泳ぐのがすっごく早いんだな。オイラが飛ぶより早かったぞ。でもなんで特巡隊に入ったんだ。父親の影響か。それも少しはあるかもな。だがそれよりも子供の頃から小説に出てくる正義のヒーローに憧れていたという方が大きいかもしれない。本当に小説が好きなんだな。特巡隊に入ってから気づいたのだが、現実と小説の落差はやはり大きい。さあもう少し歩こう。実際自分の行いが正しいのか迷うこともある。だがどうであれ泳ぎ続けねばならないのは分かっている。この目にはあの対岸しか見えていないのだから。散歩に付き合ってくれたこと礼を言う。話をしたら気持ちが随分楽になった。あれ、いつの間にかあの作家の家の近くまで来てたんだな。本当だ、こんなに近くにあったのか。本当に花をいっぱい育ててるんだな。小説に書いてあるのと同じだ。パイモン、旅人、見てくれ、庭のレインボーローズが咲いている。騎士団のみんなは真面目にやっているのだろうか。
しぶりだな。ああ、二人とも。いやもう、あれから目の回るような忙しさだったからな。編集が終わったら、次は宣伝と上映の仕事が始まって。今日は授賞式だろ？オイラたちの永遠はフリーナ賞をもらえるかな。僕は 90% はいけると思っているよ。フリーナ、もう会場に来てたのか。一番乗りだな。他のみんなももうすぐ来るさ。そうだ、グザビエ、ショーで思い出したけど、君が僕らのチームに名前をつけるべきじゃないか。え、まだ受賞できるかもわからないんですよ。そんなタヌキの皮算用みたいなことはとても。いや、目を見開いて歌劇場から出てくる人たちの反応を見てごらんよ。みんな良かったと言ってるよ。自分でも分かってるくせに。歌劇場のスタッフがきっと君に会いに来て永遠の上映回数を増やしたいって言ってくるぞ。今回の興行収入の利益でちゃんとした永遠会社だって作れるんだろ。でもこれは自分一人の功績じゃありません。善良な紳士淑女の皆さんの血と汗の結晶があったからです。一人で名前を決めるなんてことできませんよ。とにかくよく考えておきなよ。みんなも賛成してくれると思うから。わかりました。でもその前に旅人にパイモン、悪いがメロピデ要塞に行ってきてもらえないか。え、まだ授賞式が残ってるのに。二人に我らがヒロインシュブルーズさんのお迎えを頼みたい。最近ずっと彼女の姿を見かけてなくてな。今日の授賞式を知らせる機会がなかったんだ。だが今日、銃殺事件の犯人を特巡隊隊長が自らメロピデ要塞に移送するらしい。そう新聞に書いてあった。え、そうだったのか。よし、グザビエはここで待っててくれ。頑張っていい名前を考えとけよ。了解だ。じゃあよろしく。移送任務完了。この3人をよろしく頼む。この後用があるようだな。あ、急いでパーティーに向かわなくてはならない。こいつはまた珍しい。新しい趣味にでもハマったのか。今回はちょっと特別というだけだ。シュブルーズ公爵、祭りってのはいいもんだ。ここですら賑やかになるんだから。それがフォンティナリア祭というものだろ。ああ、看護師長なんか栄養満点なスペシャルミルクセーキを用意してたぞ。ヘルシーさもまたスペシャルなやつをな。仕事の話をしてたのか。もう話は終わった。リオセスリさんへの挨拶も済ませた。だろ。はっきりと返事をした覚えはないが。でもノーとも言わなかった。そうだ、いい考えがある。彼らに一人一部ずつ新聞を配ろう。例えば一面に20年前の出来事が載ってる新聞とかな。そしたら一人不運に見舞われるやつが出るだろうな。そして二人は英雄扱いされることになる。英雄といえば、あんたら二人は俺に何か用か。オイラたちが来たのは。私をパーティーに誘いに来たんだろう。今日が何の日か忘れてはいない。
じゃあ急いで行こうぜ。公爵、またな。良いフォンティナリア祭を。ああ、あんたらもな。発表いたします。第1回フォンティナリア英英祭フリーナ賞を獲得したのは二重詩です。オイラたちだ。本当にオイラたちが取ったぞ。おめでとうございます、グザビアさん。まさか、俺が。皆さん、本当にありがとう。フォンテーヌのエンタメ界を見る僕の目に狂いはなかったことが証明されたね。それでは、二重詩のプロデューサー、グザビエさん、ステージへどうぞ。ありがとうございます。我々の作品を認めてくださったことに心から感謝いたします。この場で特にお礼を申し上げたいのは。時が経つのは早いものだ。シュブルースから銃の持ち方を教わったのがほんの 2,3 日前のことのように思えます。またフォンテーヌに来てくれるか。もちろんです。私はこの町が好きですもの。新しいものが見切れないほどありますからね。シュブルースも稲妻に来てくださいますか。今までそんなこと考えもしなかった。だがこれから考えてみよう。あなたが訪れるのをお待ちしております。その時はぜひうちに遊びにいらしてください。お茶菓子をご馳走いたします。あ、また連絡を取り合おう。君の望み通りってわけね。あなたもそろそろ稲妻に戻るべきでは。小倉屋の方はどうなの。万事順調ですよ。じゃあ彼女によろしく伝えといて。承知しました。島に雷雨が降らなくなったそうね。争いもなくなりました。平和で安定していますよ。それはよかった。生地を干すのにぴったりなお天気になったみたい。名前を挙げた全ての方々にもう一度感謝の意を。あなたたちがこの舞台まで連れてきてくれました。これは皆さんと一緒に作った英英です。またメンバー全員の賛同を得て正式にグザビエ撮影クルーをガンズフィルムカンパニーと名付けました。叫ぶとかっこいいな。では続いてガンズフィルムカンパニーの皆様、ステージでの記念撮影にお集まりください。お、記念撮影の時間まで用意してあるのか。フリーナ監督、あなたこそがこのトロフィーを掲げるのにふさわしいお方だと思います。いやだよ、そんな恥ずかしい。監督ほどふさわしい人はいない。ええ、適役です。諦めなさいよ。準備はよろしいですか。 3,2,1 ガンズフィルムカンパニー。